越しやす三条名店街、今回は三条名店街 JTB さんに伺います。 JTB さんのお店の外にはさまざまな旅行のプランが並んでいます。さあ早速お店の中に入ってお話を伺いましょう。さあ扉を開けます。お店の中とっても広いんですけれども、たくさんの方がおられます。はい、さまざまな旅行のプランも並んでいます。こんにちは。はい、到着しました。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。失礼いたします。お話を伺いますのは店長の亀井敦子さんです。よろしくお願いいたします。はい、この JTB 三条店、はい、とっても目立つ場所にあるんですけれども、はい、どうでしょうか。何かその JTB さんの支店として特徴っていうのは、はい、あ、そうですね、規模の方はそんなにこの三条名店街の中ではそんなに広くはないんですけども、全部で16名のアットホームな店舗ということで、こちらに参りまして約2年になります。で、1枚の新幹線とか飛行機の切符からハネムーン、それから世界一周のクルーズまで幅広くお伺いしております。あ、そうですか、はい、三条小橋商店街の中に以前 JTB さんがあったんですけれども、はい、そこから移転されてもう2年。そうですね、はい、あ、そうですか、はいはい、たくさんの方がこう、はい、結構お昼間から出入りされているように思うんですけれども、はい、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、お昼間は比較的京都ということで、一番の学生さん、大学生の方が多いというともいうのも三条の特徴なんですけども、はい、あとは夕方の6時以降からはこの界隈にお勤めのサラリーマンの方とかが非常に多いです。あ、そうですか、はいはい、この三条店として何か心がけていらっしゃることはございますか。あ、はい、よくお声をお伺いするんですが、ご旅行に行かれる前の予約の段階からもうすでに旅行というのが始まっているということでよくお伺いしますので、お客様が行く前からこうワクワクして旅行を楽しみに、そして安心して行っていただけるように、自分たちの経験とかも実際にお話をしながら、旅行を決めていくというのがですね、非常に楽しくもあり、あ、そうですか、はい、相手の気持ちになってこう、ね、相談を受けるということですね。そうですね、はい、はい、こう旅行の、はい、プランを決めるのに何かこういうことに気をつけるといいですよという何かアドバイス、プロのアドバイスありますでしょうか。はい、今年は特にやはりこう節電というのがですね、非常にこう、キーワードになっておりまして、旅行の場合でもやはり交代でお休みをピークを外して交代取られるという方も多いように伺っておりますので、そういったロングステイ のご旅行ですとか、あとはもうエコということで、もう1000円 の高速道路 の施策が終了いたしましたので、JR のを使ってもしくは公共の交通機関を使ってお得に行っていただくというのが最近は非常に多くなっております。あ、そうですか、はい、新聞なんかにも掲載されているのが、はい、ロングステイのプランで、はい、とってもお得な、はい、ホテルの滞在費なども割安になるというプランがあると聞いておりますけれども、はいはいね、JTB さんでもそのようなものはあるんでしょうか。はい、伺っております。そうですか、近場だけでなく沖縄とかですね、北海道とかそういう遠方の方 のご旅行も扱っておりますので、はい、そうですか、はい、ね、このいろんな写真がこう近くに、はい、ハワイかなというような写真もありますけれども、はい、結構1ヶ月近くという長期滞在というのも、はいはい、なんかプランにもあるようですが、はい、どうでしょうか、はい、夏休みのプランとして、はいはい、今7月に、なろうとしているところなん、はい、7月の放送になりますね、はい、これはどうでしょうか、今から
こう、はい、間に合う夏のプランというのは何かありますか？はい、あ、そうですね、特にあの私ども JTB の方では、あの今回あの関西空港からあのチャーター便ということで、これ特にあのヨーロッパ中心になるんですけども、あの普段でしたらあの乗り換えで長時間かかるところを、関空から直接あの便が就航するというチャーター便を使ったコースを多数ご用意しておりまして、まだあの空席のあるあのコースがあのございますので、そちらの方でとってもあの所要時間の問題でお得にあの行っていただけますし、であのチャーターではないんですが、7月の13日からあのハワイの方で、このハワイアン航空がですね、関空からあの就航するということで、あの便数が増えますので、非常にそれもあの注目をされております。そうですか、はいはい、もう夏どう過ごそうかなと今思ってらっしゃる方、はい、たくさんいらっしゃると思いますが、はいはい、今からでも間に合いますので、どうぞ JTB、はい、この三条を支店にお越しください。亀井さんが待ってらっしゃいます。お越しやす三条名店街、どうもありがとうございました。ありがとうございました。